1977年撮影の釧路北信号場、仮上工場跡と周囲約1トル範囲、左が桶戸方面、下が勝利別方面、ちょうどカーブの中間に信号場が設けられた。カーブの外側にうっすらとレール跡のように小道が残っているが、この付近は築堤と路盤が広く取られていて、伏線であった名残がある。また、 カーブ中央の外側の植林された林のあたりに感謝があった。オケト寄りに青い屋根の保線車庫の建屋と引っ込め線が見える。この引っ込め線は、その後、左端の踏切近くへ移転した。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成駆路、北狩上工場は、かつて、北海道ところ郡オケト町技オケトに存在した。 日本国有鉄道網走本線の仮上工場である。同所にはそれ以前に串路北信号場が設置されていた。ここでは同信号場についても解説する。大正元年に網走本線が全通した後、しばらくして千北峠に補線詰め所を兼ねて串路北信号所が開設された。当時は補線要員も含め20名近くの職員が、 上駐していた。同信号所は、信号場となった後、昭和初期に廃止されたが、保線詰め所とその感謝が残され、戦後にその家族のための仮上工場が設置された。この上降場は他と比べて、かなり早い時期に廃止された。ありがとうございます。